めめ、痩せたね。金鋭が話題の中、スノーマン・メグロレン・海の始まり、第9話主演、有村霞に疑問の声も。9月2日、スノーマン・メグロレン、27主演、有村霞す31がヒロイン役の連続ドラマ、海の始まり、フジテレビ系月曜夜9時からの第9話が放送された。海の始まりは、 メグロの出世作へ川口春菜29が主演を務めたサイレントを手掛けた脚本ウブカタミク氏31演出風間広樹氏33プロデューサー村瀬健氏50が再集結し人と人との間に生まれる愛と家族の物語を描く親子の愛をテーマにしたオリジナル作品メグロは元恋人の死後に小学生の娘の存在を知り シングルファーザーとして生きることになった青年、月岡夏を演じる。そんな作品の第9話は、現実世界でのメグロが体調不良から復帰明けの回であることから、大きな注目を集めていた。メグロは、8月15日から体調不良で活動を休止していたことが公式発表されている。8月23日に、海の始まりの現場に復帰していたことが一部で報じられていて。 8日間の休養だったとされる。海の始まり、第9話の予告映像から、メメ、痩せたねなどと指摘する声があったほか、メグロが表紙を飾る、GQ ジャパン10月号特別版、コンデナストジャパン8月30日発売の撮影オフショットが31日にインスタグラムで公開されたところ、ねえ、メメ痩せてないメメ、痩せたね 少し痩せてる気がするのでご飯しっかり食べてくださいね。体調大丈夫かな少し痩せた気がします。と、心配の声が寄せられたのだ。9月2日に放送された海の始まりの第9話は、目黒さんの体調不良を受けて1週間放送が延期されていた回でした。そのため、どのような内容になるか楽しみに待っていたファンも多かったでしょうが。 第9話は、目黒さんというより、有村さん演じる夏、目黒、の恋人百瀬弥生の存在感が圧倒的な内容で、目黒さんの見せ場はあったものの、事実上の有村さんの主演会。それを受けて、視聴者、目黒さんのファンからは疑問の声も上がっています。女性誌ライター。以下、海の始まり、第9波までのネタバレを含みます。 海の始まりの第9話は、夏と弥生が破局し、二人の関係が終わる、という内容。冒頭では、弥生と夏の慣れ始め、二人が交流を深めていく様子なども丁寧に描かれた。これまで弥生は、泉谷聖奈七演じる海、夏と元恋人の間に生まれていた娘と三人で暮らすことを夢見て、お母さん、になるために頑張っていたが、 次第に三人で会うことが辛くなってしまったことを、夏についに打ち明ける。海ちゃんのお母さんにはならない。月岡くんとは別れたい。これを聞いた夏は、三人が無理なら、どちらかを選ばなくちゃいけないなら、海ちゃんを選ぶといい。弥生は、よかった。私も自分を選んだ。二人を選らなかった、といい、別れを選択した。 未練が残る夏は、駅に送ったら、それで終わりにするから、今日が終わるまで、と、家から弥生が終電に乗るまで、二人きりで恋人として過ごすが、ついに別れの時間が。夏も弥生も、一人で涙を流す、という恋の終わりが描かれた。ここまでの描写は、有馬の顔がアップで映る場面がとても多く。 会話劇も全体的に有村演じる弥生が主導権を握っているようなやりとりが非常に多かった。海の始まりの第9話は、切ないストーリーや目黒と有村の演技に泣ける、と好意的な声が多く寄せられている。だが一方で、本来の主演である目黒以上に有村が主演かのように目立った構成には、視聴者から疑問の声も多く、 主人公は夏気味なはずなのに、弥生ちゃんにしか目がいかんし、弥生ちゃんの心配しかしてない。もうほんと今夜9話で弥生メインなの終わって。主演、有村架純でしかない。本当に本当にこのドラマ、目黒蓮が主役なんですよね。最後まで見届けるけど。見守るけど。納得できない終わり方だったらどうしよう。といった声が多く寄せられているのだ。 有村さんは今回だけでなく、第3話でもこっちが主演みたいという声が出たこともありましたね。それは一話るまる弥生の過去を掘り下げる内容だったからですが、海の始まりは第2のサイレントと期待されていた割にはリアルタイムの視聴率がかなりいまいちなことが指摘されています。がんや中絶などを扱うシリアスな内容であることなど、 視聴率が伸び悩む原因はいくつかあるでしょうが、その一つには、メイン以外のキャラの掘り下げが長すぎて、本来の主演である目黒さんの活躍が少ない、ということが言えそうです。制作会社関係者。現在、テレビ界は13から49歳のコア視聴率を最重要視している。サイレントは5%台を出す大ヒット作だったが、海の始まりは第8話。 8月19日が2.1%、関東地区、ビデオリサーチ調べと、半分以下の状態にある。海の始まりは夏、目黒を中心とした群像劇的な作風です。今回の有村さんだけでなく、夏の元恋人、古川琴音さん27、元恋人の母、大竹しさん67、元恋人を支え続けた池松壮介さん34、 そういった超実力派俳優が演じるキャラをま話まる使って掘り下げる回が多かった。特に前半の主人公の夏は近くにいて見守っている場面の方が多く、夏が我慢し続けてきた本音をようやく吐き出したのも第8話とかなり遅かったんですよね。全同。そんな苦戦する海の始まりの一方で、サイレントは空前の大ヒットを記録したのだが、やはり、 当時は世間待てな認知度がまだ低かったメグロさんの主人公、川口の相手役としての圧倒的な存在感が大きかったですよね。ヒットの要因は、新生のイケメン俳優メグロの大活躍、まばゆい輝きがあったからに他ならないでしょう。既存のファン以外の女性層もメロメロにしたからこそ、ドラマは社会現象級のヒットとなったと考えられます。